宮野原県は、鹿児島県鹿屋市出身のプロ野球選手。両、投げ左打。ルートイン BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズ所属。鹿児島県鹿屋市出身。小学2年生の時に、東京都へ移り住み、世田谷区立山崎小学校に編入。小学3年生から、世田谷区のツインファイターズで野球を始める。世田谷区立山崎中学校に進学。 日本大学第三高等学校では2年や秋の明治、神宮野球大会からベンチ入りし、副首相も務めたが、右肘の怪我に悩まされ、3年時には全国高等学校野球選手権大会に背番号16で出場し、チームは優勝したものの自身は準決勝で9回に守備についたのみだった。高校の同期には、阪神タイガースの高山俊などがいる。 高校卒業後は、現、北海道日本ハムファイターズ監督の栗山秀樹に憧れ、栗山の出身校である東京学芸大学に進学。大学では教員になることを目指していたが、4年時に行った母校、日大三校の教育実習を機に、プロ野球選手を志すようになる。同年秋の東京新大学リーグでは、打点王と盗塁王に輝いた。 2015年11月15日、16日に JR 東日本野球部、歌詞の球場で行われたベースボールチャレンジリーグの合同トライアウトを受験。この時の様子は、フジテレビ系列のスポーツニュース番組、スポルト、で特集された。同月28日に行われたベースボールチャレンジリーグのドラフト会議において、福島ホープスから2意指名を受け、 2016年1月15日に入団会見を行った。2017年シーズン終了後に福島を自由契約で退団。12月7日に同じリーグの武蔵ヒートベアーズへの入団が発表された。2019年から選手会長を務める。同年は打撃校長で全試合に出場してリーグ8位の打率。3447、8本塁打。 チーム最多の59打点を記録し、いずれも自己最高の成績だった。2020年からは選手会長と合わせてチームのキャプテンも務める。同年は4番打者として2年連続の全試合出場を達成。3年連続の打率3割、チーム最多の安打数と盗塁数を記録し、チーム最優秀や首相に選出された。2019年10月。 埼玉県上尾市に野球スクール走り方スクール、タケルベースボールスクールを設立。選手として現役を続けながら塾長として指導も行っている。非常に稀な量、投げ野手である。もともとは右投げであったが、高校時代に右肘を故障した際に左投げに挑んだためである。50メートル走は5.8秒、遠投は105メートルを記録している。 ありがとうございます。